皆さんごきげんよう、ミルナドールです。今日はいろんなクリエイターさんが自分の自慢の作品を持ち寄っているアングラ系のイベントって言ったらいいのかな、アティズムマーケットにやってきました。キラキラキラー。私も自分のブース出しております。私の作品かわいいものだらけ、何の役にも立たないでしょう。かわいい棒、心臓の天使と、お人形のキーホルダーじゃない、ネックレスでね、今日は自分自身の見せ番もちゃんとやりつつ、やっぱりね、人の作品、ハンドメイドとか、ものづくり、もの作られ自体好きでやってるので、みんなの作品も見たいってことで、お買い物レポをしていきたいと思います。久々のお部屋姿なんですが、すだち、ギアが、車内です。暗いです。何も見えません。ちょっと本当に、気をつけながらゆっくり歩いていきたいと思います。歩いてきたらもう、超絶ピンクのブースが、存在した。こちらですね、こちらですよね。これは、イヤリング加工となっております。こちらですね。この人とこの人はイヤリングちゃんになってるんですけど、このメロンちゃんと招き猫ちゃんとピンクハートちゃんはこれから金具をつけられるようになってます。結構大ぶりな感じで、なんかそもそもめちゃめちゃピンクで可愛くて、私がピンクが好きなんで、ピンク好きな方に触っていただけるの幸せ。この木を知るのも、このキラキラが好きで、気になってしょうがなくて、これ何ですか？すごく嬉しいです。魔法少女のロッジになっております。嬉しい。まさに本当に魔法少女、ザです。ザ魔法少女をイメージした。なんかこうやってついたら大正解です。ちょっと気持ちいいような見合わせもあって可愛いですよ。ありがとうございます。あ、本当に待ってください。ぜひつけてください。本当に嬉しい。もう一番のお気に入りの子なんで、それ本当に私もこんな素敵な子をお迎えさせていただけて、前々からとても気になっていたニュースマークさん、全然しなくて MIG ワーク、あ、やりました。ニュースマークさん、結構だって何年ぐらいから活動されてます？11年前くらいですね。そうですよね。私も12年目なんですけど、結構その年内でこの辺のクリエイターさん同期だと思ってると思ってます。結構みんな見たことないですか？そうです。本当に楽しいんですけど、結構やってらっしゃる。ずっとつけまつりしていいんですかね。ハートのパッケージが植え付けまつりになってまして、こういう四角いパッケージは下まぶたにつけるのが下まつりとなっております。こういうのは上下セットで売っているデザインのものです。すごい悩んでいて、この作品のバラがすごい、これは何で作ってるんですか？これはワイヤーで作っていきます。ワイヤーを編んで、そこに膜を張ってパーツを作ってます。やっぱり、この時、とんでもなく大変な技法があるんですけど、これがそんなに小さく作られてるのは、私、見たことなくて、なんか、ミキタみたいな、マスクの話もすごい多いんだけど、キラキラのマスクルカラーの子、本当に可愛くて、ちょっと涙を流したい。涙の石に台座があるタイプとないタイプがあって、ないタイプはより透明感が、あるタイプはもう光をギラギラ反射する。黄色だと結構ダークな感じで、明るい色だとかない感じ。これはちょっと桜っぽい色のイメージで作りました。桜っぽい色のイメージ。ちょうどね、私が黄色のマスクなので濃いさと馴染むんじゃないかなと。なんかこの自分のサイズってこの細かさの差がもうバッグって、ちょっとね、いつものようにここでつけたいところなんですが、ちょっと隙間なので、後ほどちょっとつけてる姿でまたお会いしたいと思います。皆さんございます。パッケージの一人一人にポットカードが入ってます。ありがとうございます。こちらが、フィジカルドロップという作品のロリータブランドの加藤さんのブースです。こちら以前、見たことはちょっと丈が違いますかね。こちら
はなんか着せてもらって、あの写真を撮ったんですけど、もう一つはまたなんかさらにちょっとカジュアル、ちょっとカジュアルカジュアルらしいです。カジュアル、それはすごい気になって、めちゃくちゃ可愛くないですか。すごい出来がすごい綺麗。ありがとうございます。私の髪型を大好き。これ見つかになったものがもう一つあって、イチゴのビジュアルすごい気になって、あれってもともと防火を作ってた方、もともと防火を作ってた方がなんか粘土も始めたみたいな感じらしいんですけど、粘土も始めたっていうクオリティじゃない。すごい可愛い。今日は私がお願いします。ありがとうございます。ローズローズカフェさんのピンクのケーキの指輪ゲットしました。かわいい。というわけで、あのね、あの武器は装備しないと意味がないので、一旦装備していきます。で、こちらはあのポケットランチさん。はい、ポケラブランチです。はい、どんなブランドさんなんですか。白い蛇の脱皮した殻を使用したアクセサリーを作らせていただいてます。本物のアルビノのボールパイソンを脱皮した殻で作られています。長いですか。結構大きい子ですよね。そうです、2メートルないぐらいなんですけど、家に何回か脱皮したものを水の中で乾燥させて使用してます。こういうリングの中に牛乳したり、こういうバングルの中にガラスのカボションで封入したりしてて、このボンクラーバイってすごいこんな感じで小さまみたいに見えてすごい綺麗なんですよ。今回のキーホルダーあったんですか。そうですね、キーホルダーもこういうボトルのサイズもありますし、いろいろネックレスだけじゃなくて、はい、チャームとかも出ていただいております。なんかこちらのデザイナーさんの方が私の作品をめっちゃ作ってくれて、ありますもうファンです。素晴らしいクリエイターさんだなと思って、OK、ありがとうございます。キーホルダーがあるって思ってなくて、キーホルダーめちゃめちゃ欲しいです。あら、ありがとうございます。どうしました。欲しかったので、とても嬉しいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。かわいすぎませんか。はい、衣装になります。あれさんか、サッパさん。あ、そうです。私が甘い骨やってます。かわいい。これが子供チルドレン、チルドレンチョコレート。かわいい。子供の子供風のチョコレートのイメージを。確かにクマちゃんがいる。あ、そうです、クマさん。かわいい。すごい。なんかアイドル衣装とかやってる感じですか。あ、そうです、アイドルの衣装作ったりしてます。デザインの感じとかがすごいアイドルっぽいなと思って。あ、そうです、そうです、本当にアイドルの衣装。かわいい。すごい、かわいい。これがお前のチョコレート。ちょっとバラみたいなイメージもあって。そうですよね、バラみたいな。コースパルというすごい水色のエサちゃんがすごい気になって、ヘッドアクセサリー、ブレスと私の大好きな、めっちゃ甘いのが気になって、こんな感じ、鬼を用いています。ちょっと待ってもいいですか。アルゴリズム体操。あ、結構チームで付けやすくなってます。ここに乗っのが一緒にやってます。どうですか。ね、なんかこの紫の髪に入りました。お弁当のピンクにも可愛い。可愛い。ぜひ比べてください。ありがとうございます。あとなんか緑の、緑だ。まだ落ちまして。なんかコスの方がすごい可愛くて可愛いです。では、あ、猫ちゃんかな。猫ちゃんといい。猫ちゃん、またお待ちしてます。ありがとうございます。個人的に大ファンのスリリとマリーさんです。それから以前にも寄せがいて、スリリとのこの繊細な仕事とかもすごいうっとりしてて、そこのスリリとこういう感じですね。
こんな感じで美しそうなんですよ。そうですか。この先輩の時中の分量限界購入させていただいて、今回の新作ですか。はい、新作です。私の素顔は結構楽しいので、今日のお二人にさっきイラッとしちゃったんですけど、私の素顔、中の人モードだと、プロもすごい気になったんですけど、今ちょっとでもやっぱりピンクが気になり、なんかこのアンティークのアンティークバッグみたいなのニュアンスがあって、すごく可愛い。あ、可愛い。あの、これですか。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いです。もっとすごい気になっちゃって、この大人の形の気持ちが、この先生下げてください。なんか花嫁さんの帽子なみたいな、ちょっと今日はね、首から下が派手なので、はい、なんですけど、なんか先生のキラの感じのお洋服だったら、何を見るのかな、すごい長いんぶり。なんかね、早めの発表者も、私最近なんかジャケットとか、なんかフレームの格好に残ってて、なんかあるのかわいい。ちょっと見せるんですか。ちょっと見せる。あ、ちょっと見せる。アンドフリルが使えるのもいいですね。本当になんかアンティークカップ、かわいい。こちら。はい。あのお値段は4800円。まっついじゃないですか。前も言ったんですけど、ちょっと桁が違うやつ。すごい可愛いんですよね。ね、こちらは高原のように見たいです。絶対欲しい。めっちゃ始まりました。ありがとうございます。